モンキー・ D ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味。よし、やるか。ヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、国の人たちにとっては。しかしその英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとはみんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取る。まずはそれを。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。やっぱり来たか。お前ローグ とりあえず。足利、海兵どもを緊急招集。町をくまなく。麦わらの一味が。了解です。今度こそ。待ってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。え、やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。
俺とお前の能力じゃ生命弟エース変わらず逃がさねえぞ麦わら悪党が諦めな俺とルビーは止められねえよトウエイオノフックタップエースなんでここにいるんだよ話は後だ協力して片付けちまうゲットロケットライフルルフィなんですぐに海軍に見つかってんのよオートガス余計な真似しやがって余計な真似をするのはこれからだこの国で何を企んでやがる麦わらくそしつこいな煙俺は増援を連れてくるお前らは奴らを足止めしておけはっロケットはっレッドよっロケットダイフルフィこの隙に海軍を蹴散らすぞ任せとけエースもできねえ早いとこ海軍をまかないとお前らどこへ逃げる気だお前ら急げ敵の増援が来ちまうあれのところにバカ集まってきやがってあっちしレッド
この女、お前も麦わらの一味だ。待て、私はただの踊り子よ。聞いてない。なんだお前は、変な着ぐるみ着やがって。俺は相手になるぜ、雑魚野郎ども。かわいいな。エースもな、相変わらずつえ。
かげでさっさと片付いた。いつまでも逃げ切れると思うな。スモーカーさん、遅くなりました。麦わらの位置に。てめえらを逃がすわけにはいかねえんだよ。めんどくせえ連中だな。てめえどこ行ってやがった。すみません、道に迷ってしまって。行きますよ。したくねえ。Yeah!
スモーカーさん、すみません。あとは俺がやる。てめえは撤退しろ。ロケットライフル。